たいと思います。背中に村人と書いた T シャツを着ている人が、村人、よさこい岩瀬鳴子村の村人でございます。一番よさこいっぽくない衣装をしている人たちがよさこい岩瀬鳴子村のメンバーです。大洲市の江差を拠点に活動させていただいております。日本一ゆるいチームを目指しておりますが、間違いなく大洲市では一番ゆるいチームになっていると思います。大洲市ではうちのチームだけです。踊ってる合間にお酒を飲んでいいのは。村長はすでに出来上がっております。皆さん村長に負けないように出来上がってください。さあ、それでは踊っていきたいと思います。神風ぶっちゃけで構えて
ご覧いただいた皆様にありがとうございました。ありがとうございました。一緒に踊っていただいた皆様も本当にありがとうございました。それでは鳴子村撤収でございます。はい、ありがとうございました。ただいまの演舞は